そこにいるのは神山か。ぼさっとしてないで早く入ってこいよ。デジェロさん、早く来てください。洗ってほしいところがあるんです。私も手が届かなくて、洗ってほしいところが。洗ってほしいところだと。わかった、すぐに行く。しかし、みんなと風呂に入る仲になるなんて。裸を見せるのは少し恥ずかしいが、俺も男だ。覚悟を決めるぞ。神山清十郎、特訓します。みんなお待たせ。あれ、うわー、 お前なんで裸なんだよ。清十郎さん、もうあっち行ってください。えだってみんなで風呂に入ろうって。みんなでお風呂掃除をしに来たんです。地獄に落ちてください。そんな掃除なんでもいいけど、キャプテン、早く服を着てくれないかしら。里の掟53条、エッチなのは良くない。すまない、すぐに着てくるから。だからお願いだ、見ないでくれ。風呂の掃除だったなんて、俺はなんて勘違いを。まさかこんな恥ずかしめを受けるとは。俺もうお婿に行けない。